コイン洗車場は有料で洗車に必要な道具と設備を利用可能な商業施設である。台湾の施設のコイン投入口効果を投入して自動的に料金徴収と稼働開始が行われる装置を備えていることから日本ではコイン洗車場と呼ばれているが紙幣やプリペイドカード、クレジットカードでの支払いを受け付ける場合もある。日本において 典型的なコイン洗車場は、数台から数十台の自動車を収容できる、敷地内に、車体外部の洗浄や、車室内の清掃といった作業ができるブースが複数、設けられていて、それぞれのブースには、料金徴収器が備えられた、洗車機や、掃除機などが設置されている。各設備は、所定の料金を支払うことで、稼働開始し、料金に応じた時間や回数、 戦場工程で稼働した後に自動的に停止する。アメリカやヨーロッパ各国においては、日本で多く見られる様式の他に、戦車装置が並ぶトンネル状の建屋に車両を通過させる方式も一般的である。この方式では、戦車建屋出口付近の屋外に車両を止めて、室内清掃を行ったり、残った水滴を拭き取ったりするスペースが設けられている場合が多い。 入り口に料金徴収器が設置されていて、料金を支払った後に、洗車建屋へ車両を侵入させる。建屋内には、洗車対象の車両の前輪を前後から挟んで、転がしながら牽引する。コンベア装置が設置され、複数の車両を一定間隔で牽引する。コンベア装置の髪型には、機能が異なる複数の装置が、洗車工程の順に並べられており、 料金に応じて、全工程の装置で洗車が行われるか、あるいは一部の工程が省かれて、車両を通過させる。コイン洗車場だけで経営されている場合のほか、ガソリンスタンドや自動車販売店、自動車用品店といった自動車に関連した事業を行う店舗に併設されている場合もある。コイン洗車場には、スプレー洗車機か、全自動洗車機、 あるいはその両方が設置されていて、この他に、車室内を清掃する設備を設置している場合がある。ありがとうございます。